はい、皆さんこんにちは。どうもひろです。今回はですね、4ヶ月ぶりにこのハンコについてるハンドルを交換してドリフトテストやっていきたいと思います。はい、ということで、今ですね、ついてるこのハンドルなんですけども、アップガレージで買ったね、3000円ぐらいで買った、32π のディープコーンタイプのね、こういう、ここが斜めになってますねの、ハンドルを、今使ってるんですけども、まあ結構ね、この、まあ、32π っていう小さいのと、あとはまあディープコーンっていうのはね、結構まあ僕的には好みなハンドルなんですけども、またね、ちょっと前みたいに大きめのハンドルでね、久々にやってみようかなということで、今回はじゃじゃん、こちら動画ではほぼ初登場だと思うんですけど、ですね、これ実はロードスターが、納車された時一番最初についてたハンドルが実はこちらになります。一応ね、モモのハンドルなんですけど、詳しい情報は分かんないけど、一応メイドインイタリーでね、90って書いてあるから1990年のハンドルですね、に作られたハンドルなんで、まあある意味当時ものだよね車より古いよこのハンドル。ということで、このハンドルをね、今回はちょっとつけてやってみようかなと思います。で、ちなみにこのハンドルは長さはね、昔前にナルディとかが何パイかっていうのは、僕ずっと35パイだと思ってたのが、実はあれ36パイだったんですよね。で、これもね、ついでに測ったら、こいつ37パイで、さらに、ナルディよりも大きいんですよ。で、これ、こうやってかぶせるとさ、本当に一回り大きいんだよね。やばいね、できるかな。ということで、まあ、ただ今、ロードスターについてるのも、ナルディの36パイなんで、まあ、できなくはないでしょう。ということで、早速、交換をちゃちゃっとしていきます。ネジ2個で止まってるだけなんで。このボスもさ、木で作ったんですけど、これ作ったのね、中学生だよ何年前よって話なんだけど、すごいよね、木で作った割にはね、丈夫なんですよ。なんかうまいことね、使えてて、ずっとできてるよね。はい、取れました。こちらこういう感じで、ディープコーンで結構ね、ここの斜めの出具合が結構きついやつです。これ結構好きなんだけどね、なんかディープコーンタイプってドリシャっぽいし勝手なイメージ。これこんな感じで、もう結構平らです。ナルディとかと一緒な感じします。でかいな、結構ね。でかいっていうのと、もう一つがね、遠いんだよね。それが。OK! はい、取り付け完了しました。でかいな、でかいし遠いな、まあできんことはねえか。よし、では早速37パイのモモステドリフトテストいってみます。うわ、変な感じすっげえ変な感じするわ。でかいな、できるかな。そもそもちょっとこのコースでこの車はね、あんま走ってないんで、ちょっと一回普通に走ろう。多分行き出し行ったら速攻ミスるから。うわやばいやばい、うわっ、でっけ、うわーすごい。てか半々でこのサイズでやるの久しぶりだしさできることはないんですけど、結構ね、なんか僕昔からずっとナルディの36パイのハンドルでやってて、あれがね、結構ね、サイズをつける人ってあんまり、あ、やばいやばい、ハンコンでね、サイズつける人ってやっぱあんまりないらしくてね、でかいサイズでずっとやってたのがね、割とその、まあ、評判がいいって言ったらあれなんか違うかもしれないけど、
珍しいっていう意味でね、結構ね言ってもらえてるので、なんかでかいハンドルでね僕はできなきゃいけないっていうことでまあでもね全然できますよ。ただやっぱハンドルがでかい分こう軽くなるから、ハンドルがここ難しいんだ。このコースで走らなきゃよかったなっていうのちょっと思ったけど、そうハンドルがね軽くなるからやっぱりあのこのスピードバックはちょっとか体で感じにくくはなるよね。まあその強めればいいっていう話でもあるとは思うけど、これでできないわけじゃないから、僕は全然このままでもいいかも。普通に今まで通り、まあ、ハンドルを投げるような感じで回そうと思えば回せるし、ちょっとただうまく走れてはいないんだけど、どうどうとか言ってなかった。まあでかいけどね。ちょっとうまく走れないのが申し訳ないんだけど。ただまあ本当にでかいけどやばい。よし。でかいからできなくなるっていうことは全然ないっすね。好み的な問題で言うと、まあちょっとでかすぎるっていうのはあります。やっぱり。まあ、33とか30、あ、32か。32だとまあちょっとちっちゃいのかなっていう感じもするんですけど、僕的にはまあそれぐらいちっちゃいのが、まあ好みではありますね。実際につけてるのだと、デミオに34回の、あの、ドリフティング、ももの、それがついてて、それがね、おい結構まあジャストっていうか、かなりまあしっくりはきますね。喋りながら全然走れないんだけどあの、なんだろう、別にこのハンドルを変えたから乗りにくくて、あの、下手くそになってるわけじゃなくて、もともと下手くそもともとの下手くそがちょっと出ちゃってるんだけど、ただ、うん、うまくいかん。結構ね、いろんなハンドル、なんかいさなかハンドルがすごい増えてて、36回から始まり、途中でなんか変なね、無名のハンドル、あれ33回だと思うんだけど、33回のハンドルが来たりで、ロードスター買ってね、この37回のハンドルが来たりで、まあ途中で32回のディープコーンが来たりして、で、その後にあれか、モモのドリフティングなので32から制覇してね。あ、35がねえんだ。
そうだ、ナルディがずっと35だと思ったから35を買ったことがなくて35だけ持ってないの。やってこう、あーりーって感じで大失敗なんだけど、ちょっと真剣に走ります。はい、ということで、なかなかね、普通に僕がちょっと下手くそすぎてうまく走ることができなかったんですけども、ただハンドル 37% で、ね、今回ハンコに初めてつけてみたんですけど、まあできるね別にできるかなっていう感じします。まあやっぱかなりね、32から37で結構その差が激しいから、やっぱある程度その違和感はあるんですけど、ただ大きいからできないかって言われたら別にそういうわけではないかなっていう感じがしました。まあ僕は別に大きいのが得意ってわけじゃないんだけど、まあ今まではずっと36倍でね、グランツーリスモからずっとこうやってきて、でまあ途中でね32倍つけたりとかっていうのはやりましたけど、ただやっぱり36倍でこうずっとやってきたっていうのがね、こう体にこう染み付いてるのかわかんないですけど、まあ36倍とか結構大きめのハンドルのそのフォースフィードバックの感じ方というか、やっぱちっちゃい純正のハンドルとかに比べるとやっぱりこの手に伝わってくる感覚が柔らかいんだけど、それでずっとやってきたおかげで、まあ体はそれに慣れちゃって、まあ37パイでもそんなにまあ大きな違和感なくやることはできたっていう感じですかねまあなので、あの普段、まあ、純正のちっちゃいハンドルとか、まあ、32とか33とかそういうサイズでやってる人からすると、この大きいハンドルっていうのは、まあ、珍しいっていうのもあって、なんかすごいなっていうふうに思っていただけるのかもしれないですし、ちょっとまあね、分かんないけどね別に何もすごくないんですけどね、うん、ただまあそう、やっぱハンドルの大きさもいろいろ好みがあったりするとは思うので、まあ、ハンドル自体もね、まあ、なかなかね、そんなポン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 買えるような金額のもあるかもしれないけど、まあやっぱね、お金がかかるので、まあいろいろ
試せる方はね、ぜひ試してみてみるとなかなか面白いかもしれないです。僕はね、たまたまこうやっていろんなサイズのハンドルがあるので、今回は試しに37回でやってみましたけども、まあちょっとね、このまま37回で、続けてこれからやっていこうと思いますので、まあまたこれでね、体がさらに慣れていけば普通にこれでブン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 とこうやってるかもしれないので、まだね、そういった映像が見ていただけるように、見せれるように、あのまた練習の方も頑張りますので、あのぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。